今回もお客さんは声援を控えまして拍手で皆さん応援の声を拍手として届けてくれています。赤コーナーよりイブ選手、赤コーナーより高田敦選手、両選手入場。第3試合です。45キロ契約2分、3ラウンド特別AAルールです。青コーナーにイブ、赤コーナーに高田敦が今構えていきます。ラウンド1、第1ラウンド始まりました。青いグローブイブです。赤いグローブが高田敦。おお、がむしゃらに突っ込んでいこうというのはイブです。ハイキックがいいですね。はい、身長差もありますが、しかしイブは構わずにというところで前に行きますね。はい、逆に身長差がある相手だと、はい、自分の近い間合いにして戦うのがベストだと思います。はい、そこを高田が足をかけて倒していく。上になっていきます。画面になっています。下で立ち上がろうとするのがイブ。さあ、まずは組みついて抵抗を見せております。足をかけているが高田アームロック狙いに行ってますね。はい、立ったままというところではありますが、イブの左腕を狙っていくのは高田。アームロックが決まりそう。さあ、そのまま上になっていく。イブこらえられるか。これどういうふうにイブは対処したらいいですかね。そうですね、腕が伸びてしまっているとそのまま決められてしまうので、はい、その腕をどうにか自分の元に今引っ張ってきたので今は大丈夫ですね。はい、また伸ばされてしまいました。あっと、形をもう一回仕切り直していくのは高田敦。どうにかこらえられるかイブ。腕十字に展開していきましたが、はい、大丈夫そうですね。ここは決まりきらないところかどうか。第1ラウンド終了です。いやー、高田敦いろいろな展開を見せてくれましたね。そうですね、決まりそうです。なんか2分ですよね。はい、そうです。短い中ですごい腕アームロックもやって、はい、腕十字も狙って、うん、いい試合です。はい、 AACC 所属しております高田敦。まあ、諸先輩方の戦いというのも目の当たりにし、練習で見てというところからの実績という感じなんですかね。そうですね、強い選手がたくさんいるので、はい、やっぱりいろんな技術もすごい習得しやすい環境だと思います。はい、2分3ラウンド制で行われますこの第3試合です。続きまして第2ラウンドです。ラウンド2、第2ラウンドが始まりました。ハイキック狙ってますね。はい、そしてパンチ、距離を詰めに行くのはイブ。こうなると高田がこの展開ですよね。そうですね、1ラウンド目と同じような展開になりましたね。はい、うまく足をかけて倒していきました。ここをしっかりとキープして、はい、ポジション変えながらもう一度アームロック狙うんじゃないでしょうか。はい、腕を取っております。右腕を狙っている高田。いいですね、サイドポジションにつきました。なかなかこう立ち上がってもすぐに倒されてっていうのはしんどいですね。はい、一番辛い戦い方だと思います。ですね、イブ選手はまずしっかりとここから脱出して、はい、自分の距離で戦っていってほしいです、ね。はい、横から抑え込んでおります高田敦です。さあ、今度はどんな攻めを見せようというところか。下向いてしまっているので、はい、ここから展開していくのは難しいので、相手と向き合って戦ってほしいですね。はい、また腕力み狙われてます。なかなか逃れられない。そうですね、すごい高田選手、はい、しつこい動きで蛇のような、そうですね、はい、攻め方で
また多少ポジション変わると次はこっちに行こうっていうのが発想で動けるのが強いですね。そうですね、すごい多分打ち込みとかをしながら流れの練習をしているので、はい、次々と技がスムーズに繰り出されてきますね、はい、チョーク狙ってますね。さあ後ろについております。そこから首どうか。相手を背負う格好になっているイブ。さあどうだ。第2ラウンド終了です。第2ラウンド終了のゴングです。第2ラウンド目も決めるかどうかですごいハラハラしたラウンドになりましたね。そうですね、これがもしあと1分あればというところも想像できる、そんな展開ですね。そんな中で頑張って動き続けるイブ選手の闘志もすごいですね、はい、まだまだ折れずにというところですね、はい、まだ全然気持ちは前向いて、はい、3ラウンド目やってやろうというような姿勢が見れるので、うん、3ラウンド目頑張ってほしいですね、はい、どういうところに勝機を見出したいですかね。そうですね、組んでしまうと投げられてしまうので、はい、近い距離での打ち合いなどをしていくと、はい、そこに勝機はあるかもしれないですね。はい、高田のキックにも負けずにこう距離を詰めて殴りに行く、そんな姿勢は見せてますからね、はい、あれがハマれば3ラウンド目、はい、逆転大いにあります。最終ラウンド第3ラウンドです。ここもキックから高田が行く。そこで負けずにいいパンチです。はい、イブが打撃に行ったところで組んでいく高田、投げに行く。ここで倒されちゃうと、はい、しっかり脇を刺したいですね、うん、今刺されている状態なので、相手がコントロールしやすいので、はい、脇を刺して、お、投げに、今は首を巻いて投げてしまったので、はい、相手の方がコントロールがしやすくて、上を取られてしまったっていうような状況です、はい、そこから高田がバック上になっています。さあこうなるとイブちょっと動きが下で止まっておりますがどうか。そうですね、腕今抱えてしまっているので、はい、もうこの手は抱えてしまってても相手にプレッシャーを与えているだけなので、離して次の展開に行ってほしいです、ね、はい、もう時間もなくなってきてというところですからね。そうですね、最後攻めに行ってほしいですね、はい、どうにか腕を高田の首に巻きつけてはいるけれどという状況。そうですね、抱えてしまっていたら逆に相手を抱えている方に落としていくと、はい、まだ何か勝機はあるかもしれないですね。ブレイクかかりました。ここから立ちの展開になるので、はい、頑張ってほしいです。さあ残りは30秒、蹴りが来るので自分の距離に入って、はい、そうですね、お、狙いに行きましたね一発、はい、前に回転しながらの蹴りを狙っていきました、はい、ここから最後10秒で全然逆転できるので、はいはい、さあ行く、イブが前に行く、もう一回行った、当たった、入った、入った、入った、しかし立ち上がった高田、ここで試合終了。いやーすごい一撃でしたね。いや必殺技というか秘密兵器というか、はい、最後まで隠してましたね、はい、さあしかしこの試合も判定決着この後発表されていきます。判定の結果をお伝えします。判定3対0をもちまして勝者赤コーナー高田敦彦、それでも高田に判定3つつきました。3対0で高田敦彦が勝っています。いやーなんともこうアマチュアの大会ですけれど、はい、すごい続きますね。レベルが高いですね、はい、最後の隠し玉はすごい驚きましたね。そうですね、はい、あのあと続けて寝技行ってればまだ分からなかったので、はい、そうですね、はい、気の抜けない試合が続きますね、はい、2回目の蹴りは確実に当たりましたからね、はい、しっかり入ってたので、はい、すごい怖いですね。いや一気にこう会場もファンにするような、はい、しかしこのトータル勝利を見事掴み取った高田敦彦、いい笑顔で今リングを降りていきます、はい、もう寝技のレベルがもうプロ並みのうまさがありましたね、はい、この後の戦いも期待ですね、はい。